先刻になりましたので、勝山市の平成29年度東証予算関係の記者会見を始めさせていただきます。まず市長の方からどうぞ。おはようございます。平成19年度の一般会計補助予算が上がりまして、これから議会に上昇するという段取りであります。その前に皆様方に、お知らせをいたしまして、また報道の方をよろしくお願いをいたしたいと思っております。それでは座って説明をさせていただきます。まず前段といたしまして、当時の平成29年度当初予算編成にあたりましては、国の地方創生総合戦略にのっとりまして、国の地方創生メニューを積極的に活用いたしまして、人口問題の克服緩和と地方創生の実現に向けた勝山市地方創生総合戦略を強く反映させて作成をいたしました。平成32年度を目標年次とする第5次勝山市総合計画改定版の目標達成に向けて、またそのスタートの年として各種施策を着実に推進していくことを基本といたしました。地方創生 UI3 関連施策では、移住者のニーズに即応していくため総合的な相談の窓口を新たに開設といたしまして、移住コンシェルジュ、コンシェルジュを設置するほか、介護等人材確保奨励金など12件の新規事業を展開していきます。また観光の産業化の核となる勝山市観光まちづくり会社への支援や、平成32年度オープンをもっとに道の駅整備事業に本格的に着手するとともに、農林水産事業者への助成拡充など地方創生や企業誘致、企業支援、農業者等支援に集中的に取り組んでまいります。地域力のさらなる向上を目指しまして、異業種連携での取り組みが進められている福祉発町の経済活性化事業、事業者はこれをケアブレイク勝山と呼んでいますが、その支援を引き続き行うほか、我が町女性事業につきましては、過去15年間の実績を踏まえ、我が町魅力発散事業として新たな支援策を展開しています。子育て教育環境関連施設につきましても拡充を図っております。保育料の軽減については引き続きトップクラスを堅持するとともに、保育士の処遇改善や中学校終了までの子ども医療費完全無料化、中学校給食費助成の拡充、地域を誇りに思う小中学生育成のための体験推進事業などにも取り組んでいきます。またジオアリーナでの総合防災訓練の実施や、視聴者等の防災機能の強化をはじめとする防災対策など、安全安心な街づくりに積極的な予算配分を行っております。当市におきましては、市民税の回復傾向が見込まれるものの、市税全体では大幅な増収とならない状況の中で、ガバメントクラウドファンディングの活用やふるさと納税制度への取り組みを強化するなど、新たな財源の確保を図っています。以上のように限られた財源の中、事業の選択と集中を徹底をいたしまして、収支の均衡を図りながら、小さくてもキラリと光る誇りと活力に満ちたふるさと勝山の創生を目指しまして、効率的かつ効果的な予算編成を行いました。個別には担当の方から説明をします。では、はい、それでは私の方からですね、まず縦長の資料をグラフとか散りばめたいと思いますが、当初さんの概要ということで、分析を含めながら、説明をさせていただきたいと思います。ちょっと若干重複する点もございますが、まず一般会計の当初さんは121億6300万ということで、昨年度よりも1億2700万増額の
状態ということになっております。率にいたしますとプラスの 1.1% で、特別会計、金融会計を含めました全会計では、この縦長の表の9ページの上段に掲載してございますが、200億の全体の予算規模ということになってございます。中身の方に移らさせていただきまして、一般会計の歳入予算の概要でございますが、まず主な一般財源の市税について説明をさせていただきます。市税につきましては全体では28億6200万という見込みの立てでございまして、前年度比は5600万円の増額としております。これにつきましては法人市民税、ここはですね、法人税率、国税の方の税率が引き下げられておりますが、やはり若干景気の回復傾向が見られるということなどもございまして、大手企業で景気回復の兆しを見込んでですね、前年に比べ法人市民税は増額を見込んでございます。約3300万法人市民税の増額を見込んでおります。また固定資産税におきましても、大手企業の設備投資の増加に伴いまして、償却資産分の増額を見込んでございます。これは約2100万円ぐらいの増額を見込んでございます。こういったことから総額では先ほど申し上げました5600万円の増額という見込みでございます。1ページおめくりをいただきまして、地方交付税でございますが、ここにつきましても前年度比9000万円増額の32億3500万円を見込んでございます。ここにつきましては、実は勝山市におきましてはですね、地方消費税の交付金が4000万円余り、約1割ぐらいのですね、減額になる見込みが、国の方からも、そういった数字が示されておりますので、そのことで、収入額の方が減額になります。で、逆の歳出の方では、需要額の方では高齢者人口の増加が、勝山市では見られております。で、本来ですと、国庁の人口でですね、交付税は算定をされるものなんですが、人口、市の人口全体は昨年度の普通交付税の方からもう国庁人口に置き換わっておりますが、高齢者人口は普通交付税の制度上翌年度から反映されるということになりまして、65歳以上の人口が、7739人から8185人という国庁の数字が出ておりますので、それで算定いたしますと約3500万の需要額の増加になります。そういったことを考え合わせまして、先ほど申し上げました前年度に比べて9000万円の増ということで見込んでおります。また普通交付税と合わせて発行が認められております臨時財政対策債につきましても、国の数字の方で伸びを見込んでおりますので、投資におきましても1200万円の増額の約3億9000万円ということで予算に計上してございます。それらを合わせもし、市税とかですね、今の地方交付税を合わせました主な一般財源、2ページの下段の方になりますが、ここでは昨年に比べまして約1億500万円増額の77億9900万円ということで計上をしてございます。これは今申し上げました市税とか地方交付税で増額を見込んでおりますので、こういった結果になるということでございます。次に3ページに移らさせていただきまして、市債でございますが、ここにつきましては建設事業、普通建設事業等に充当していきます普通債、これは6億4000万円で、前年度比5700万円の増加で市債の借り入れを見込んでございます。また先ほど地方交付税のところでも申し上げましたが、臨時財政対策債もですね、昨年よりも1200万増額の3億9000万を見込んでおりますので、市税の発行自身はですね、昨年度よりも多くなっておりますが、そこのグラフ4といったところは市債の残高の見込みを示しているグラフでございまして、市債はですね、若干昨年度よりも多めに借り入れをいたしますが、市債の元金償還額は下回るラインでの市債の借り入れを見込んでございますので、そのグラフに示してあります通り、残高としていたしますと増えない状況で市の財政運営をやりくりしているといった状況でございます。
あと予算の段階でよくいろいろ議論されるところですが、3ページの課題、財政調整基金の送り入れ金でございますが、本年度の当初予算では3億7300万円を繰り入れるといった予算にしてございます。平成28年度の当初予算、前回ここでお示しした数字はここは3億8100万円ということで、その数字から比べますと今年は苦しいながらも860万の減額の繰り入れということになってございます。また平成29年度末の残高は下のグラフに示してございます通り9億1600万を見込んでございます。平成28年度当初予算の発表段階ではここが10億600万でございました。ところがですね、今ここのグラフの28年度の裏を見ていただきますと12億8400万ということで、年度が明けまして決算剰余金とかですね、そういったものが出てきますと、またこの記載の残高は回復するといううちの傾向になってございますので、実際はですね29年度末も今発表段階では9億1600万というふうに申し上げておりますが、10億円のラインは確保できるであろうという見込みでございます。続きましてまた1枚おめくりをいただきまして、4ページ次は歳出でございます。その歳出の中でも義務的経費と言われるもので、人件費、交際費、扶助費といったものが主なものでございますが、まず人件費につきましては前年度に比べて2800万円増額の23億200万円の計上ということになっております。これはですね、平成29年度末、新年度末ですねに13人のちょっと勝山市にいたしますと大量の定年退職を迎えるということで、退職の年には通常毎月かけております退職手当以外にですね特別負担金というものが発生してきます。この分がこの13人で約2200万発生してきますので、その分がですね大体人件費の増額の要因ということになろうかと思います。で、職員数でございますが、一般会計で271人、全会計で301人ということで、3年と比べますと4人増加することになりますが、この4人といいますのは国体を見据えまして任期付きの職員、国体終了までの任期付きの職員を4人雇用するという予算の計上となっておりますので、実際にはですね普通の通常の雇用の職員ですと28年度と変わらない人数ということの状況となっております。続きまして、義務的経費の交際費でございますが、ここは昨年とほぼ同額の11億1900万円ということを見込んでございます。これは市債で借り入れました、お金の元金と利息の償還という額になります。それから扶助費でございますが、ここはですね私立保育園の運営委託料、ここがですね大幅な増額になっておりまして、額として6300万円の増額、総額では22億9100万円を見込んでございます。ここは国の方の方針でも出ておりますが、保育士等の処遇改善等々の委託料が増額となっております。私立保育園の運営委託料全体では約4800万、特に処遇改善だけに限定しましても、3700万ぐらいの増額の委託料ということになってございます。これら合わせまして義務的経費全体では前年度比9000万円増の57億1200万円ということで、ここにも書いてございますが構成費では約 47%、 これは28年度当初の構成費とほぼ同水準ということになってございます。次5ページに移らさせていただきまして、今度は投資的経費、建設事業費でございますが、普通建設事業の補助、補助をいただいて行うような事業につきましては前年と比べて1400万円の微減というふうになってございますが、単独の方では大幅な増額ということになっております。ここは企業振興助成金、これは企業が新たな設備投資をした場合にですねうちが助成金を出すという制度のものですが、これで約6000万円の増額、それから道の駅建設事業に本格的に着手するということで、そこの担当部分が約5800万円、
それと受電設備改修工事というふうになってもございますが、これが市民会館と本庁舎合わせて約7700万円の新たな取り組みということになります。この受電設備につきましては、実は今勝山市におきましては、その市民会館の地下で、市民会館、市役所本庁舎、教育会館の受電を、一括して行っております。ところが地下にあるということで、水害等でまず浸水をする可能性が、リスクが高いということで、それを回避するために、俗に言われるキュービクというものを、地上に設置し直すということで、防災機能の強化も含めまして、この事業に取り組むということでございます。で、黒丸の主な事業ということで、ここは3000万以上の主な事業について、計上をしてございますので、またご覧いただければというふうに思います。それとページの中ほどに、米印の参考28年度3月補正予算とございますが、これまた後ほど説明をさせていただきたいと思います。で、下のこのグラフ7ですが、26年と27年でこれは新体育館がございましたので、建設需要が大幅に伸びてございますが、大体このグラフを見ていただいても分かる通り、昨年に引き続きですね、投資的経費、要は建設事業につきましては、平年ベースで取り組んでいるという状況でございます。もう1ページ、おめくりをいただきまして、次はその他の経費ということで、物件費、補助費、あと繰り出し金等について、説明をさせていただきます。まず物件費でございますが、ここにつきましては、3000万円減の約19億900万円ということになってございます。その主なもので、賃金等につきましては、嘱託職員は79人で、昨年と1人減員となっております。それと臨時職員につきましては 68.3 人と、これは短期雇用の臨時職員なども多数おりますので、年間に割り返すとこの人数になるということで、ご理解をいただきたいというふうに思いますが、昨年と比べまして3人減員となっております。ただ賃金の予算そのものといたしますと、最低賃金の引き上げですとか、人事勧告に基づきまして、嘱託とか臨時職員の賃金も引き上げを行ったことによりまして、賃金全体では昨年に比べて500万円の増ということになってございます。次、事業費でございますが、これ消耗品とか燃料代とか光熱費とかそういったものですが、そこら辺につきましては昨年に比べて1200万円の減ということになってございます。これは選挙の関係もございますので、その辺で減額の状態になってございます。続きまして、委託料、ここにつきましても減額とはなってございますが、後ほどまたちょっと細かく説明をさせていただきますが、地毛くずデータ作成ということで、航空写真を撮る予算を計上してございます。これは固定資産税の課税などに使う資料でございますが、勝山市はちょっと平成6年以降これを取ってございませんでしたが、やはりきっちり課税なんかもしていくために、また市民の方に説明をしっかりしていくためにも必要だということで、本年度990万を3年間かけて約3000万でこの事業を行いたいというふうに考えてございます。続きまして、使用料、賃借料でございますが、ここもですね、400万円減額というふうになってございます。ここの大きなものはですね、長尾山総合公園のパーク&ライドでバスの借り上げをしているわけですが、ここは県として、市と共同してしている事業なんですが、県の方がですね、若干多めに、費用を負担していただけるというようなお話になってございますので、その分の減額等がございまして、使用料全体でも減額ということになってございます。それから下の方のグラフの補助費でございますが、ここにつきましては3300万円の増額ということになってございます。で、ここは国の制度でのっとりまして交付いたしました臨時福祉給付金といったものが昨年あったかと思いますが、ここが大幅の減額となっておりますが、今年から本格的に取り組みます勝山市観光まつづり会社への補助金ですとか、あと国体本大会を見据えましたプレ大会を今年実施いたしますので、
そういった経費が補助費として増額となっておりますので、全体では3300万円の増額ということになります。ちなみに観光まちづくり会社への補助金は約2200万、国体のプレ大会ではバドミントンとクエスチャリングございますが約1700万という予算を計上してございます。7ページにお移りをいただきまして、ここはまず上段繰り出し金でございますが、ここはそれぞれ、人口の減ですとか医療費の減ですとかいろんな要因がございまして減額にほぼなってございます。介護、後期高齢、高校等につきましてはそれぞれ繰り出し金が減額となっております。簡易水道事業特別会計につきましても、簡易水道をですね、今浄水の方に統合を進めている関係もございまして、簡易水道への繰り出し金も約1000万の減額ということになってございます。ただし、特別会計の繰り出し金の中で、一つだけ下水道特別会計の繰り出し金は、1100万円の増額の2億1000万円を見込んでございます。これはですね、交際費、要は下水道特別会計で借り入れました資材の償還が若干増えてくること、それから使用量が減額傾向にあること等から繰り出してその分市で補填することになりますので、その分が増額といったことになります。こういうことを合わせまして繰り出し金全体では昨年度比5600万円減額の12億9400万円ということになってございます。続きまして7ページの最下段4、国補正予算の活用ということで、先ほど主な建設事業のところであったやつですが、ここはですね、国の一億総活躍社会の実現に向け、取り行われました、補正予算の方で平成29年度の当初予算で、実は実施を見込んでおりました事業2点について3月補正で前倒しして予算化をしてございます。そのことが主に書かさせていた点でございます。1点につきましては、まず4つの小学校野向荒戸鹿谷北郷の調理室の空調の改修工事、北郷小学校の体育館の硬質化の改修工事といったものを3月補正で前倒しして計上してございます。もう一つは勝山ニューホテルの改修工事、これも国の地方創生交付金を活用して前倒して実施できるということになりましたので、これも前の方に約1億円の事業費を3月補正で前倒しして計上してございます。以上2つ合わせて前倒しの予算は1億4200万ということになってございます。また1ページをおめくりをいただきたいと思いますが、このページにつきましては国の方からきっちりした説明が求められている事項でございまして、地方消費税の増額分は、きっちりその福祉目的に充当しなさいということでございまして、その引上げ分につきまして、ここの充当先事業というふうに書かさせていただいたこの一覧表にきっちり消費税の引上げていただいた分はきっちり充当していますよという資料になっておりますので、またご覧をいただければというふうに思います。あと9ページにつきましては、上段につきましては先ほど申し上げました会計別の、当初予算の前年度比較の表になってございます。全体、一般会計は 1.1% の増額を見込んでございますが、特別会計、企業会計を含めました全会計では 2.2% の減という状況でございます。引き続きまして、先ほど説明したこの横長の資料に移らさせていただきまして、主な新規事業をざっと簡単だけご紹介ご説明をさせていただきたいと思います。この資料の中でマルシンと書いてありますのは28年度から取り組む新たな事業ということになります。で、継続は昨年度からずっとやっているもの、それから核、丸核ってなっていますのは29年度から新たに拡大して充実させて取り組むという事業になってございますので、よろしくお願いをいたします。まず新規事業でございますが、これをずっとこう、ですね、この資料の7ページ以降にも本当細かく実は出ているんですが、ここら辺のですね、中の新規事業を全部拾いますと一般会計で74件、金額にいたしまして3億5900万円、
の計上となってございます。特別会計では5件、金額にいたしまして、1200万円という金額でございます。もう一度と申し上げますと、新規事業は一般会計で74件、3億5900万円、それから特別会計では5件、金額にいたしますと1200万円という金額になってございます。で、中身をちょっと2ページですねから説明をさせていただきたいと思いますが、ちょっとかいつまんでいかさせていただきますので、まずこの1、2というふうにこう横長で、例えば1ですと全ての市民の力を合わせた広く開かれた街づくりというこの項目は第5次の総合計画の柱に基づきまして、予算のこの審議事業を分類させていただいております。まず1のところの、全ての市民の力を合わせた広く開かれた街づくりに関係する事業でございますが、まず最初議員活動費ということで、電子評決および一般質問等の資料の表示機器を議場に整備する経費ということになってございます。今まで勝山市は議場におきましては、例えば挙手で採決を取っておりましたが、電子的にですね、例えば賛成、否決、反対というふうにボタンを設けまして、そのことで議場に誰がそういったスイッチを、そういう指標をしたかといったことを表示するようなシステムの導入する経費でございます。次の広報諸経費でございますが、ここは若干取り組みが遅れておりましたが、アクセシビティの向上ということで、AA 対応というものを目指しまして、ホームページのリニューアルを行う経費、571万8000円になってございます。それから、庁舎維持管理の方では、マルシンの方で、ここの受験設備、これが先ほどご説明をさせていただきました、市民会館と合わせて、7700万で取り組む経費のうちの本庁舎分が2200万と、キュービクルを地上に持ってきて、浸水の被害からリスクを回避するといった経緯でございます。次のふるさと勝山移住定住促進事業費というここでございますが、ここが今回の勝山市の29年度当初予算の一番の目玉の取り組みということになります。これはですね、ずっとお巡りをいただきまして、資料1、24ページの次ですね、こちらに2017勝山市の UI ターン施策ということでまとめさせていただいております。ここにはですね、新規12件、金額にいたしますと1123万4000円、ただしこの中に奨学金を利用した活用した制度もございますので、そこは今年度に予算化が現れてきておりますが、29年度の当初予算に計上されている金額としましては1123万5000円の12件ということになります。で、奨学金を利用した制度の中にはまた今年度その候補が現れてくるものという期待をしてございますが、まずちょっと項目だけ簡単に説明をさせていただきます。まず勝山市をですね、知っていただくということで、勝山市暮らし体験ツアー、それからやはりこちらからも積極的にですね、勝山市をお知らせする、また専用の対応をする職員、また窓口を設けるということで、移住コンシェルジュの設置というものを新規に計上させていただいております。当然ですが、移住定住のポータルサイトですとか空き家情報バンク、これからお試し移住体験、ここらは継続して取り組んでいるという予定でおります。また来ていただくためにはですね、きっちりやっぱ働いていただくということも必要というふうに考えまして、移住促進市外通勤支援給付金ということで、勝山市の方に移住をしてきていただいて、例えばその福井市の方に勤めるんだというような方がおられますと、そういう方に対して月額2000円の、ガソリン代といいますか、通勤に対する手当みたいな形で、お金を支給していこうと、給付していこうという事業でございます。それと次が国の方も言っておりますが、医療及び介護人材の緊急確保奨励金ということで、市内の医療機関ですとか介護サービス事業の方に就業していただいた方に対して年額10万円、これを3年間交付していきまして、人材の確保を促進していきたいというふうに考えております。
また次2点は拡充でございますが、商業施設の出店促進補助金と、ここはですね、今までは、新たな出店をしていただく人に、まあ、商店のこういった、助成をしておりましたが、例えばその福井市に、まあ、福井市って、まあ、両方されたので他市で市外で、そういった商業を営まれていた方はですね、勝山市にも新たに店舗を出店したいといった方も対象にして、この事業出店の奨励の補助金、促進の補助金を出していきたいということで、そこの部分を拡充して、ここの事業担として計上させていただいております。また市の職員採用につきましても、 UI ターン枠の設置ですとか、現在は募集をしておりますが、公民館の嘱託職員、ここら辺につきましても UI ターン社には特別の手当を支給すると、月額最高で6万3000円ということになりますが、こういった手当を設けて、外から来ていただいて勝山市で働いて勝山市に定住していただくといったような予算を計上してございます。次に、住むということで、移住定住の家賃の助成ですとか、それから引っ越しに対する助成と、こういったことも行っていきたいというふうに思います。またクラスのところでは、やはり都会からもしくは、県内から勝山町に来ていただいた人がですね、なかなかその家から出る機会がない、もしくはいろんなことを知りたい、いろんなことを話したい、また役所としてもですね、そういった方の意見を聞きながら、もっともっとこの施策を進めていきたいということもございまして、そういった移住者の方々の交流の場を設けていこうということでの予算計上、まあ、金額は若干安いですが、やはりここら辺の情報交換の場を提供するということはかなり重要な施策なのかなというふうに考えてございます。また、次が移住者の新規チャレンジ支援事業ということで、わが町事業というのが勝山市に一般的にこう取り組んでいただいておりますが、それの、まあ、移住者版というふうにお考えをいただければいいかなというふうに思います。また次がですね、奨学金を活用いたしました、移住施策ということになりますが、移住定住施策ということになりますが、奨学金のうちですね、例えばここに書いてございます医療機関に看護師として勤務していただくと1/4、失礼いたしました、勝山市に、県外の大学に行って勝山市に戻ってきた方については1/4の奨学金の返還の免除をしようと。でそのうち例えば介護士とか介護士とか看護師の方には1/2、また医師として勝山市に定住していただいた方にちは全額免除といったような制度を今設定したいというふうに考えてございます。また移住促進教育資金利子補給ということですが、ここもですね、金融機関等から教育の借りられた方がですね、勝山市に移住定住して勝山市に戻ってきてくれた場合ですね、それの利子補給をしようというようなものでございます。またこれは今までも取り組んではおりましたが、もっと充実させまして、婚活の支援ですとか、そういったことにも取り組んでいきたいということでございます。あと最後になりましたが、その他ということで、左下の移住産業政策アドバイザーということで、やはりその重要政策についてですね、勝山市出身で首都圏に在住のいろんな方に精通された方に勝山市に来ていただいて、こういった政策の全体のアドバイスをいただこうというところで、こういったアドバイザーの設置という算も計上させていただいております。このことにつきましてはまた担当の職員が来ておりますので、後ほどまたご質問をいただければということを思います。それではまたこれの4ページに戻っていただきまして、2ページですね、戻っていただきまして、付加徴収、2ページの右の上から2つ目の丸印ですが、付加徴収事務費ということですが、これが先ほど申し上げました、平成6年度に前回に撮影いたしました航空写真を使ってですね、固定資産税度の付加をきっちり行っていこうといった政策でございます。それから次が市長の先ほどの挨拶の中にもございましたが、ジオパークまちづくり推進事業ということで、15年間養ってきました我が町女性事業の新たな展開ということで予算を計上してございます。また恐竜渓谷福井勝山ジオパークのロゴマークですね、今ここにもありますが、このマークを
空気発に使っていただいた場合にはですね、一定限度の助成をしていこうということも32万円の予算で計上をさせていただいております。それからずっと続きまして次、3ページの上から2つ目でございますが、ここが福祉では、継続事業ではございますが、福祉発町の経済活性化事業ということで、これも先ほど市長のご挨拶の中に、ございましたが、ケアブレイクカッチャマというものでございまして、これは医療、介護、福祉、他の企業の方とかですね、いろんな垣根を越えて業種連携で、高齢者に優しい、そしてですね、企業等の経済活動にも役立つ、そういった取り組みを市民力の方で市民と共同でですね、取り組んでいくと事業でございまして、その点、その予算に469万円を計上しているということでございます。これは国の地域活性化、地域創生交付金を中として取り組んでいる事業ということになります。それから中ほどの拡充でございますが、子ども医療費支給事業費ということにつきましては、今まではですね、未就学児まで個人負担なしの完全無料化でございましたが、今年度から中学校3年生まで窓口で、今までですと500円の自己負担が最終的に発生したわけですが、それも完全に0円にするということで、完全無料化の医療費の支給事業費に取り組んでいくということでございます。それからですね、3ページの左の下から2番目につきまして、児童センター管理運営費、高学校児童健全育成事業費ということですが、ここでは南児童センターと北大路児童センターを小学校校舎内に移築して、整備するという事業費になってございます。で、南児童センターにつきましては、実は今正規南小学校では南ザルスというのが1箇所ございますが、2箇所に分かれて放課後の子どもの見守りをしてございました。でそれをですね、正規南小学校の校舎内に、拡大して整備することで1箇所で、していくというような事業になります。また北の児童センターにつきましては、小学校から離れた場所にございました。住所で言いますと坂東島にございましたので、そこを小学校の方に、整備いたしまして、小学校校舎内に整備いたしまして、子どもの放課後の健全育成にしていきたいという予算でございます。あと新規事業で予算とすると46万1000円ですが、40、50、60、75歳の節目に対してですね、歯科検診をしていこうというような予算も計上してございます。また3ページの右上では、これも新たな取り組みですが、母子保健事業の中で産後うつの予防ということで、そういった産後うつの予防のための検診、産後1週間と1ヶ月の時期に産婦検診をするという予算も計上してございます。これはどうも通常の時期に比べまして、産後うつの発生というのは5倍以上発生のリスクが高いといった資料も出ておりますので、そこら辺に対応するための予算ということになってございます。それから3ページの一番下、右の一番下ですね、有害鳥獣駆除事業費というところでございますが、ここは額は少額でございますが、今までイノシシ檻を設置していただいて、猟友会の方には当然駆除していただく段階で助成をしておりましたが、地区の人にですね、その見守りをして、見守りじゃない、檻の管理をしていただくことについても、お礼を払っていくと。やはり餌の取り替えですとか、捕まった捕まらないとか、そういったことを細かく管理していただくことで、イノシシのですね、捕獲がぐんと上がるというようなデータもございますので、そこら辺で地区の人に、イノシシ1頭当たり2000円の助成を出していこうという取り組みでございます。続きましてページをめくりいただきまして、4ページ、左上のですね、内水面漁業振興事業費ということで、ここは拡充でございますが、今までもですね、アユの放流について漁協の方に助成を出しておりました。でここは例年の600キロということで、うちは助成をしておったわけですが、ここを750キロ、それから30年度には900キロというような目標で助成をしていこうというものでございます。
全体の放流、勝山市の方がですね、そうやって助成を増やすことで全体の放流量も最終的には例えば6000キロとかいったことを目指して漁協の方にも取り組んでいっていただきたいということで助成の金額を増やしていくというようなものでございます。これは、道の駅がオープンした時にはですね、この九頭竜川の鮎というのが必ずそのブランドで、販売とかですね、その PR の核になるというふうなことを試んだものの一つの事業で取り組みでございます。それから左の方の中ほどですね、企業振興助成金、これも継続で取り組んでいるものですが、昨年度よりも 約6000万金額が増えてございます。この1億2899万2000円でですね、6社9件の助成ということになります。ただここにつきましては今のところの思いでは補正予算の方であと2社2件ぐらい増額の予定をしてございます。市内の企業がかなりこう設備投資の方に今取り組んでいただいているという状況がこういったところも見受けられるというふうに考えております。次が商工振興事業費ということで4つございますが、新規事業の2点目でございますが、ここが花月楼地方ターミナル道の駅等で販売する勝山産品を利用したお土産物の開発ということで、それの助成金720万円を計上してございます。でこれにつきましては先ほどの UI ターンで見ていただきました資料のですね、4ページほど後ろにですね、資料5というところがあるんですが、ここの、お土産物開発支援事業補助金といったこの2点、こういうものの予算で720万円の計上ということになってございます。ここら辺につきましてもまた後ほど今担当の者も来ておりますので、細かいことはご質問をいただければというふうに思っております。それから4ページの左側の一番下、観光関連施設管理費ということで、ここはホワイトザウルスの復元の費用3564万円を計上してございます。ここは昨年度実施しましたガバメントクラウドファンディングで総額でですね、今のところ835万2000円件数にしますと508件の寄付をいただいた、その金額を生かしてホワイトザルスを復元するという経費になってございます。それから右の方にお移りをいただきますと、まず観光素材魅力アップ事業費ということで、関越ローがですね、まちづくり会社の方でリニューアルオープンするということになってございます。ここで関越ローと夢オーラを拠点に町長を巡るツアーを構築していこうという経費575万4千を計上してございます。また地域おこし応援事業ということで、総務省の特別交付税の措置があります地域おこし協力隊、これをここでは今368万1千円となっておりますが、全体では約1000万の予算計上をしてございまして、全部で3人雇う予定をしております。ちなみに28年度は1人の応援隊の職員を雇用してございます。続きまして観光の町推進事業費、これもマルシンでございますが、ここは勝山市の観光を今後担うであろう勝山町づくり観光株式会社に対して補助及び委託で3241万2000円の計上をしてございます。特に中でもですね、 DMO 日本版 DMO の法人化推進に向けまして約1800万予算を計上してございます。続きまして観光 PR 推進事業費ということで、ここも完全に新たな取り組みになりますが、ここに書いてあります東京駅近傍の TIC 東京というところで、これは森トラストのビルを活用してやっているやつですが、日本政府観光局の認定を受けました国際観光案内所、ここへ勝山市も登録いたしまして、観光情報の発信を強力に進めていきたいという取り組みでございます。また次の拡充でございますが、 TGR のラリーチャレンジ、ここにつきましても今年はとも6月4日開催の予定で今進んでいるみたいですが、ここについても今年度もですね、28年度に引き続き調整して勝山市も一体となって取り組んでいきたいというふうに考えてございます。また次、新規2点、白山平泉寺、
もしくは越前大仏の往来につきましても1300年祭もしくは開祖30年祭ということで30年ということでそれに合わせたイベントの経費を計上してございます。白山平泉寺開山1300年につきましては28年度と合わせまして489万3000円、それから越前大仏の開祖30年につきましては今年と合わせまして450万の予算ということでのイベントの取り組みになります。それから4ページの下から2番目除雪関係費というところですが、ここは今までと違ってちょっとハードなお話になりますが、老朽化したですねタイヤシャベル凍結防止剤の散布車の更新増強等を行う予算、これが4697万3000円ということになります。でタイヤ処分の方につきましてはきめ細やかな除雪を推進するために1台増強での配置を予定してございます。これで、除排雪車両は全部で15台から16台ということになります。次の道整備交付金につきましては例年いただいております国の交付金を活用しまして4路線うち1共用事業に取り組むということになってございます。あと5ページの1番目の道の駅建設事業につきましては1.2ヘクタールの整備に向けて本格的に事業に着手するというものでございます。ここまた担当のものが来ておりますので、後ほどもしご質問があればお答えをしたいというふうに思います。次はですね、ここに、継続というふうになってございますが、取り組みの細かい流れとすると、新たな取り組みでございまして、長尾山公園の中に、君原健二ロードといったジョギングコースを作りたいという計画をしてございます。でこれにつきましては、ここの最後にも GCF というふうに書かさせてございましたが、ホワイトザウルスに続く第2弾目のガバメントクラウドファンディングを利用した事業ということになります。約4キロのジョギングのコースを君原先生さんに監修をしていただきまして、整備をしていただくという事業になっております。ちなみに、ガバメントファンディングの募集金額は一応今のところは200万円を想定してございます。設定してございます。それから次の社会創生の先行金の公園事業なんかも国の交付に基づきまして4公園と長尾山の整備ということになります。これずっとちょっと飛ばさせていただきまして、5ページの右の上、これは先ほど申し上げました市民会館のキュービクルのリスク回避のための予算ということになります。それからマルシンの2番目、ここはですね、新たな取り組みになりますが、地域を愛して地域に誇りを持ってもらう児童、生徒、児童は小学校の5、6年生、それから生徒、中学生は1年生から3年生までを対象に、例えば地域の PR ですとか、まちづくり運動への参加、また元々の伝統行事なんかへの参加を促進することで、子どものですね、そういった思いとか心を醸成していきたいといった取り組みの事業になってございます。それから中学校の振興事業費につきましては食材の高騰なんかにも対応するために給食費の助成金を値上げしたいというものでございます。次の幼稚園につきましては今中部幼稚園と正規南幼稚園2園勝山市では公立の幼稚園がございますが、どうしても入園のですね園児数が減少傾向にあるということで将来を見据えたあり方の検討をする必要があるだろうということで法案会の設置を予定しております。また次の公民館整備事業費につきましては猪瀬公民館、これは昭和54年に建造されたものですが調理室が狭くなってございます。また猪瀬につきましては猪瀬の地場産品を生かしたそういったファストフード的なものもですね、かなりこう開発をされておりますので、調理室を拡張するといった整備事業費になってございます。次の給付金の下のうちにつきましては木下家住宅の整備につきましては、継続費で取り組んでいるものでございます。また次の海洋センターにつきましてもこれも今年、プールをですね、ゲートボール場多目的広場に整備しましたが、それの続きということで、この体育館の方を武道場に改修するといった工事費でございます。で最後、国民体育大会の推進事業費ということで、
先ほども若干申し上げましたが、正式競技2種目のプレ大会を開催するための経費ということになります。バドミントンの方ではバドミントンの日本リーグ2017、これは11月の17日から19日にかけて、行われるというものでございます。また、クレーシャリーにつきましては平成29年度福井公式大会ということで6月の17、18との大会を実施したいというふうに考えております。ちなみにですね、先ほど のバドミントン日本リーグというのはどうも旧の2部リーグのことでございまして、最終間戦略書はどうもおいでにならないということでございます。ちょっと早口で説明をさせていただきましたが、説明の方は以上でございます。当初予算の下田施策まで、ご説明をさせていただきます。記者の方から何かご質問はございますか。それが今説明をしましたけれども、資料ナンバーで、ページ23の次にですね、例えば UI チャンスアップをまとめてここに書いてあるので、これ全てが本当に考えてます。そうです。調整の方があったんですよ。あの、キャンプの勉強してやるのが。これは直接行うものもありますし、他の担当課と連携をして、調整を行うという、やってから行うものもあります。ちょっと細かい話ですけども、このシェルジュという方は、新たに雇う、ね、です雇用する、ね、新たに雇用します。どういった方を想定というか見込んでます、景気というか、どういった景気はい、新たにと言いましたのは、今、嘱託職員ということで、そういう職員を募集しておりまして、やはり市外、県外の方が勝山に移住してもらうときに、いろんなの、例えば住まいを探したり、それから土地柄をこう知らないと思いますので、そういうものをに精通している方ですね、できればそういうものに、例えば、家の紹介とか、いろんなことを精通しているそういう経験のある方が望ましい、そういう人が来ていただければいいなというふうに思っております。この形での UI 感謝も、身をもって企業住宅でいろんなものを把握している方がこの方は常設になりますか。そうです。
今の話のように、今後いわゆるスキルを持ってリタイアされた方、そういった方々のウェルカムなんですね。ですから、的な例としては、観光まちづくり会社の、プロデューサー、プロデューサーになる方は JCB の、JTB で、JTB で活躍してた方です。読売新聞の、はい、すみません、クラウドファンディングのホワイトダブスの件なんですけれども、すみません、もう一度、現時点での額と件数を教えてください。現時点でですね、835万2073円、508件でございます。508件です。そこにつきましては、ホワイトザウルスを復元するにはですね、当初から実はこの3564万円、この金額の更新が必要だっていうことはもう分かっておりまして、でこれはそこの額がもし集まらないからといってこの事業をやめるっていうような進め方ではなくて、とにかくその金額に目指して当然クラウドファンディングは募集します。でももし達成しなくても、やはり市民の意向とか議会の意向もございましたので、そこには何がしからまた財源を足してホワイトザールスは復元するということで、進めてきておりますので、確かに金額といたしましては3564万円いってはおりませんが、でも勝山市が初めて取り組んだガバメントクラウドファンディングで835万円という金額はかなりの額をいただいたというふうに感謝は申し上げております。達成率で言うと低いとはいえ、その手応えという意味では、市の皆さんとしてはあったというふうに私は思っています。ここはちょっと表現が難しくなるかもしれませんが、その他の自治体のですね、この金額と比べると、800万というのはかなり大きな額には実はなっておりますので、もちろん当初の目標設定が、笠山市としましても初めての取り組みでしたので、若干なんで、すみません、語呂合わせ的なところを運用して、もともとの金額を設定させていただきましたので、正直財政を担当する管理職としますと、835万円は、すみません、すごいと思いました。当初はちょっとここまで実は行くと思ってなくてですね、他の財源 も当初から当て込んで、事業をこうやることを想定しておりましたので。あくまでも達成できないけれども、はい、前提的に、はい、そうです。ただ今回の君原ロードにつきましては、この200万という、実は設定させていただきましたが、ここくらいは集まるんじゃないかというふうには実はと思いながら、ここは見させていただいております。すみません、合わせてなんですけど、その君原さんの個人スポーツなんですが、これ今後何かマラソン大会をこうやってみたとか、木原さんにも同存芸術ですよね、ですよね。なので、ご本人さんに来てもらうとか、何かそういった計画とか、新年度、考えたりする、それはね、君原さんにも了承を取って、こういうロードを作るということを確認をいたしておりますし、また、クラウドファンディングをすることによって、このロードが活山市にできるという大きなアピールになりますし、そういったことで、反省の暁にはですね、君原さんを呼んで、
そのコースを走ってもらう、そしてまた一緒に大会を催すと、まあ、今毎年、恐竜黒岩マラソンもしておりますので、その一環としてですね、記念大会ぐらいをやりたいなというふうに思っています。その他ございますか。先ほど二重コンシェルジュの話があったんですけど、この一つアドバイザーっていうのは、もう大体どんな方を決まってらっしゃいますか。まだ決めてはおりませんけれども、勝山出身でね、非常にスキルに長けた方、現に、そのような仕事を、それに関連した仕事、または広く知られた方、知見が豊富な方、そういった方は勝山出身の方で、いらっしゃいます。特に、私も毎年行っておりますけれども、東京勝山会のメンバーの中にもいらっしゃいますし、そういった方々に呼びかけまして、複数になるかもしれませんし、今のところ一人ぐらいは絶対に確保できるという自信を持っています。その都度なんか来てもらったりする感じになるんですか。そういうものもありますし、できれば継続的に1回限りでなくて何回か来ていただく、やりながら考えていきたいと思います。その他ございますか。市長の改めてですけども、選挙がありまして、あそこで、選挙の活動でですね、U ターン、I ターン、とか移住とかいう言葉で主張なさっておりまして、初めてのもちろん、予算の、ということで、気配というかですね、ちょっとその改めてですけど、ね、ちょっとこう完成度合いというか、今から話すことは前にも話をしてきましたけれども、4期、16年、市長として勝山市を引っ張ってきました。その間に、今日から、さらに未来に伸びていく勝山市の基礎作りは、できたと思っております。それはなぜかと言いますと、今まで以上に私が就任する前以上にですね、勝山市に誇りを持って、勝山市でいいところだというふうに思っていただける方々が増えていた。だからこういった市民性、地域性というものが今後の地方創生には絶対に必要なんですね。ただ単なる予算を投入して、その場でパッと花が咲くような施策の展開で、その町は伸びていかないというふうに思っています。そういうことで山の町事業をずっと続けてまいりまして、これは今年度の次年度の予算の中にも、山の町魅力発散事業として継続しておりますけれども、そういったものの延長線上に、U ターン、I ターンがあるということで、この移住化の創設もそれを十分に、踏まえた形で作っております。それで一つはですね、帰ってきてもこの雇用がないから就職できないし、そんなところへは帰れないと、もしくは親の人が勝山に帰ってきてもどこもそんな就職できるとかないよといったような、そういう概念がありました。で、私は先ほど言いましたようなふるさと作りの中で、若い人たちに勝山市に帰りたいんだと、勝山市というのはすごく、いい街だという、そういう、育て方、育ち方をした子どもたちが今や成人になって、その人たちが東京なり、または海外なりで活躍している時代が来ているわけです。しかしその子たちの、
心の根底には勝山市はいいところだと、ふるさとだと、生まれたところだと、そういうところに帰ってきたいという思いを常にやっぱり持っている、そのような中から地方創生というのは生まれると思っています。で、具体的に言えば、勝山市の現在の企業も非常に頑張っております。先ほどの説明がありますように、意欲的な企業がどんどん設備投資をして、業用を拡大し、さらには、その生産力も増大させていますし、また販売先も、一流の自動車産業、また IT 産業のところに、十分進出しているということです。それともう一つは、これは大事なことなんですけれども、スキルを持った、もしくは、意欲を持った若い人たちが帰ってきてもらって、そこで起業をする、つまり、自分が業を立ち上げる、そういったことができるような市に、していきたいと、もうそのような、兆しは十分持っておりますので、そういう形で進めていきたい。その中の大きな項目として観光の産業化、つまり観光産業があるわけです。で、観光産業は今申し上げましたように、花月号、そして地方ターミナル、さらには2年後に、道の駅、十分に、活躍するチャンスが出てきているわけですね。で、それを自分たちのスキルを生かして、さらには勝山市というふるさとの特性を生かして、自分で業を作ることができるといったようなこと、またそれから中部縦貫自動車道路と北陸新幹線が完全にあと5年6年後にはつながりますので、その中でですね、通信機器の発達とともに都会に目を置きながら勝山市でディビジョンを作ることもできる、そういうふうな目をその若い方々なり、それからスキルを持った機械方々、それと熟練者にもチャンスを見出していただきたいというふうに思っております。よろしいですか。次に三月補正案につきまして、担当への説明をさせていただきます。はい、それでは私の方から、先ほどのですね、事業の説明をさせていただいた横並びの方の一覧の資料ですね。これはいつもお分けしております用紙で、示させていただいております。三月補正一般概要につきましては、いろいろ精査をする予算の位置付けということで、3500万円の減額と、前回でも1億1800万の減額といった三月補正の計上になってございます。で、その中で先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、国の補正予算ということで前倒しが2件、これで約1億4000万の計上となっております。勝山ニューホテルの大規模リニューアル、それから小学校校舎の整備ということでございます。その他につきましては、29年度の当初予算の方でもさっきちょっと説明をさせていただきましたが、保育士のですね、給与改定等々の基づきます措置費の改定に合わせた増額が2000万ということになっております。以上です。3月補正を含めまして、全体の項目で質問などございますか。今回の予算が今年度の3月補正でつけまして、全額を繰り越し関係から年度内に全ての事業を終わることになります。繁忙期のゴールデンウィーク、夏などをこう避けながら、カーペット等の張り替えですとか照明がありますので、作業を進めることになりますので、
これからそういった繁忙期を避けて、作業日程を決めていくことになります。もうちょっと回収の中身をちょっと教えてほしいんですか。回収、まあ、今回のこの国の地方創生の交付金をいただく一つの大きな目的としまして、リゾートブライダル、今のニューホテルに、まあ、こういった新たな魅力を付加するということを考えています。その新たな魅力といいますのは、このニューホテルを使って、まあ、あのブライダルをしていただく、まあ、UI カウントも絡めながら、勝山市へ来ていただいて結婚式を挙げていただく、あるいはあの皆さんで宿泊していただく、そういったことが、まあ、今回の交付金を認められた大きな課題になっています。まあ、そういった中で、全体として言いますと、今あのニューホテルはリゾートとしての、 あの機能を備えているんですが、まあ、いかんせんあの建築から、期間が経っておりますので、あのロビーのカーペットの張り替え、そして、まあ、ロビー全体にそのおもてなしの、できるような改修、あるいはあの、玄関周りの照明、それからあの地下にあの以前、ディスコ、それからスナック、まあ、こういった機能があったんですが現在使っていません。リゾートブライダルと考える以上、そういったところが二次会等で、あるいはあの団体で使えるようなあの改修を行いたいと思います。またあの6階のカーペット、そしてあの2階の宴会場のカーペット、こういうふうにあの部分が主になります。でもう一つ、あの外回り、あのレストランから見ますと庭があるんですかね、あのここの部分が今十分手を入れていませんが、やはりあのその部分の改修費をあの見込んでおりまして、全体としましてこの1億円今日 あの予算になる。ちょっと補足しますと、リゾートという意味では、スキー場もありますし、河川はそういった施設をたくさん持っているんですけれども、もう一つは恐竜博物館での結婚式というのも今もありますが、こういうことももっと仕掛けてですね、で恐竜博物館で結婚式を挙げる、そしてそのパーティーを延長線上であるやってもらうと、いったような取り組みもしていきたいと思います。そのために、まあ、恐竜関連のそういう施設の整備ということも、今若干思っているところでありますので、とにかく勝山市というのは、ワクワクドキドキする特別にしてまして、こういったようなコンセプトを持っておりますから、それに即したような形を作り上げていきたいと思います。担当しておりますので、詳しいことは聞いていただきます。では、担当は